はい、長尾さん、今日はお時間いただきありがとうございます。いいよいいよ。今日ちょっと話したいことがあって、うん、じゃもうすでにいろんな人がご存知かと思うんですけれども、うん、最近なんとあの有名なクラレンス・ケネディ、うん、まあ、もちろんご存知ですよね、うん、はい、がナチュラルじゃないって認めたんですよ。あ、その件ね、うん、でその直後にですね、うん、まあ、なぜ自分は、うん、なぜ自分はアンチドーピングかっていう動画を投稿したんですけれども、うんうん、ちょっとその動画の、うん、まあ、38分もある長い動画だったんで、もうようやくだけちょっとまとめてきたんですけれども、うんうん、ちょっと聞いてほしくて、うん、ああ、 OK、 いいよ、はい、じゃちょっと読み上げますね、うん、はい、じゃあ行きますね、うん、でなぜ自分はアンチドーピングなのか。でクラレンスは、まあ、一応クラレンスはドーピングをしましょうって主張してるんじゃなくて、まあ、ただ単に自分がなぜアンチドーピングに反対するのかって、うん、アンチドーピングに対する批判を述べているだけで、うん、そのアンチドーピングに賛成してる人やアスリートのことを、まあ、嫌っていたりけなしているわけではないんですね、うん、で、まあ、もし彼も認めるんですけど、アンチドーピングが本当に 100% 薬物使用者を全員捕まえることができるんだったら自分も全然アンチドーピングに賛成するって言ってました、うんうん、で、まあ、一番最初に述べるのが、まあ、そもそも今まで全てのほぼ全てのトップレベルの選手がドーピングしてて、まあ、ウェイトリフティングだと、まあ、有名な例として2012年オリンピックでもともと9位だった人が3位に繰り上げられて、で、あのその9位に繰り上げられた人も後ほどあの引っかかったじゃないですか、で 100m 走でもそうで、まあ、歴代の記録見てみると、まあ、ほぼ全て の、 あのトップ50とか入ってるランキングがドーピング使用者によるもので、まあ、まあ無数のように例があるんですけど、まあ、現在でもトップレベルの選手たちはドーピングをし続けている、うん、でウェイトだけじゃなくて全てのスポーツで不正と、まあ、腐敗は起きているんですけど、どのスポーツ団体も、うん、まあ、当たり前なんですけれども、うん、そもそもなぜ起きるのかっていうことをについて話して、そもそもそれはアンチドーピングのせいで起きているんだと主張していますね、うんうん、でアンチドーピングは全てのアスリートが平等に競える機会を作っているのではなく、逆、全くその逆を成し遂げていると、うん、はい、だからそもそも、まあ、生まれた国によってドーピング検査の厳しさが違う、でドーピング検査が厳しいアメリカに生まれた選手より北朝鮮に生まれた選手の方が有利で、北朝鮮のような国ですと、まあ、国内のドーピング検査なんてあるはずないと、うん、でそれでも北朝鮮の選手は過去に何度もメダルを受賞している。で国によってそもそもアナボリックステロイドが違法だったり違法じゃなかったり、だ例えばエジプトとかそこら辺の薬局でステロイド買えちゃうらしいです、うん、でコロナの時期でも、まあ、今は日本そんなに厳しくないんですけど、あのイギリスとかロックダウンとかあったじゃないですか、うん、あの時期多分みんなドーピングやりたい放題だったんで、うん、WADA とかもう、うん、国内入ってこれないから、はい、でドーピング検査がない方が全ての選手たちが平等に競える、でもちろんドーピング検査が全く行われないとそれはそれで別の問題がたくさん発生するんですけれども、クラレンスの主張は、うん、ドーピング検査がない方が絶対フェアって主張してますね。で最終的には、最終的に勝つのは薬が使用しやすい環境が整っている国でトレーニングできる選手だと、うん、でドーピングはそもそもルール違反だから使わなければいいじゃんっていう意見も言う人がいるんですけれども、うん、そもそもスポーツはなんか戦争のようなものなのに、そんな戦争に銃を持っていくなって言っているようなもんだと、うんうん、はい、で才能と努力があれば、まあ、薬に勝てるって言われがちですけど、そんなことはないと。で実際にウェイトリフオリンピックで優勝してる人たちは才能もあるし努力もしてるし、うん、その上にドーピングもしている。でドーピング検査をされても捕まらない方法はいくらでもあるし、うん、どんだけドーピング検査の研究にお金をかけてもドーピング検査がその完璧になることはないと、うん、その全ての薬物使用者を捕まえることは結局できない。で、まあ、引っかからないその方法の一つとしてデザイナーステロイド、そもそもその成分に対して有効なその検査が
存在しないステロイドを使ってる可能性もあるし、で、あのアンチドーピングのせいで、あのあまり研究されてない危ない成分に手を出す選手たちもいるから、うん、もう確実にそこで選手たちはあの自分の健康をダメにしていると、うんうん、でもしアンチドーピングがなかったら十分にそのパフォーマンス向上を目的としたステロイドに対する研究が行えるから、あのアンチドーピングはあのなくなるべきだと。で結局薬物使用は健康に悪いのはみんな分かっているけど、それでもみんな使っちゃっているのが現状で、実際に10代の絶対その成長期とかよくないじゃないですか、うん、のそういう子どもたちも使っちゃっている。でもしドーピング検査が 100% 有効だとしても、それでも結局全ての選手たちが捕まることはできない、うん、でそもそも検査されないっていうやり方もあるんで、その賄賂を渡して検査免れたり、うん、尿酸、まあ、ロシアで有名なスキャンダルだったじゃん、尿サンプル、うん、あの変えたり、うん、であのドイツのドキュメンタリーだと、うん、その選手たちのちょっと似てる人たち連れてきて、うん、その人たちの尿を取らせたり、うん、まあ、ドップルゲンガーですね、うん、であのマクラーレン調査にもよると、まあ、ドーピング選手を抱えている国はドーピング検査を逃れるために IWF の役員に賄賂、うん、その、うん、国際ウェイトリフティング協会ですね、うん、に賄賂を渡したり、でそもそもアンチドーピングのせいで不正と腐敗が起きているんだと、うん、まあ、ちょっと長くなっちゃった、うん、なっちゃったんですけれど、うん、そういう動画を投稿していました。なるほどね、はい、どう思いますか。その皆さんご存知かと思うんですけれども、山本さんは、うん、まあ、日本で生まれて日本でトレーニングしている選手たちはもうドーピングすることほぼ、うん、てか、まあ、不可能だと思うんですね、うん、で実際に2018年2019年、めちゃくちゃ試合数多かったと思うんですけれども、うん、そういう時期って山本さん、なんか年に何回ぐらい検査されるんですか。国際試合に出場した際は、はい、2019年は、国際試合出て全部の試合で表彰台乗らせてもらって、はい、でその際はもう全部検査を受けた。いや、もうだから試合に出たら、うん、国際試合はね、はい、うん、ある程度いい成績も収めれたっていう前提のもとでね、はい、で国際試合とは別に国内試合も出場してたんだけど、はい、それに関しては全部検査は受けた、はい、トレーニング中もそのトレーニング中国内検査ありますよ、ね、うん、抜き打ちでその、まあ、競技会外検査があって、はい、それは、まあ、ペースで言ったら月に1回もしくは、はい、まあ、2回ぐらいのペースで、はい、じゃあ、まあ、ざっくりでいいんですけど、2019年その年内でトータルで何回、うん、トータルで言ったらでも、まあ、月1回は必ず検査を受けてるとしたら、まあ、12回は12最低12回、うん、あとそれにプラス、まあ、試合って考えると、まあ、15回、16回とか、まあそうだね、20回行くか行かないかぐらいか、うん、じゃあもう本当にドーピングする暇ないっすね、うん、そうだね、そんな、うん、半減する暇がないっていうか、うん、まあしようと思わないっていうのが日本人の、まあ、そもそも社会的にあんまり、うん、あんまりっていうか全然その認められないじゃないですか、多分国によっては、あ、へえ、ドーピングしたんだぐらいの認識だと思うんですけど、その感覚が全然分かんなくて、海外がどういった感覚で俺がやってるのかは分かんない。で日本人選手はもうドーピングダメですよ、フェアでプレーしましょうっていうのが、はい、こう競技始めた頃からこう、はい、教えられてて、あとそもそもドーピングでもし引っかかったとしても、その世間からのバッシングすごいじゃないですか、うん、なんか他の競技で、うん、ウェイトじゃなくて他の競技でたまに見るんですけど、うん、ニュースでもうすんごい、もうバッシング受けて、そうだね、もう二度と競技できないみたいな感じになるじゃないですか、うん、そこの違いって何かっていうと、多分なんだけど、僕たちはまあ僕だったらアルソック、はい、企業がスポンサーで、はい、でそこの企業がお金を出してくれて、でまあそれで強化するっていうんだけど、うん、はい、他の国なんか見るとやっぱり国から補助してもらって、はい、だから言ったらこう背景に国家的なその組織的ドーピングが行われてると思うんで、はい、
だから俺らはその企業のイメージをダウンさせるっていうのもやっぱり自覚してるから、はい、だからそういったものには手を出さないし、多分そのドーピングするのがそんなにあのおかしいことじゃない国からの人からすると、うんうんうん、多分山本さん の、うん、あの体見て、うん、おこいつ絶対使ってるだろうなって思ってる人います。多分山本さんのスクワットと、うんうん、あのその筋肉の動画とか見て、うん、絶対使ってるでしょって思ってる人もいると思うんですよね、うんうん、なのかな。その他の国が、うん、その使用していることについてはどう思ってますか。だから、まあ、それは結局こう日本人の価値観を押し付けることになっちゃうから、はい、あんまりそこに関しては俺も別にドーピングはいけないよって思っても別に、ね、なくならないものは確かにそれは分かってる、はい、ただ、まあ、その貧しい日本ってすごい豊かだから、はい、だから別にウェイトしなくても食べていける。でも本当にウェイトをやらないと生きていけない国の人たちもいると思うんだよ、まあ、そのメダル受賞しないと家族養えないんだみたいなことですよね、うん、だから言ったら貧困なそういった国の人たちはその生活水準を上げるための一つの手段としてそのウェイトリフティングを始めてるから、だからそもそものウェイトリフティングを始めるそのきっかけが違うんだよ。その俺なんかは進学した高校にウェイトリフティング部があって、でそこの指導者に勧誘されて、でウェイトリフティングやってみないか、でウェイトリフティングやったらそのウェイトリフティングって楽しいよね、じゃあそれをどんどん突き詰めていきたいよねっていうところのその延長線上で、も他の選手ドーピングに手を染めてしまう選手なんかは生活を豊かにしたい、じゃあどうしよう、じゃあウェイトリフティングステロイド使ったら手っ取り早く強くなるよね、はい、っていうので始めてる人もいると思うんだよね。そうですね。だからそのスタートが違う時点でどんなにステロイドドーピング、はい、手を出しても出していけませんよって言ってもそれは向こうからしたらいや何言ってんだよみたいな、はい、こっちは命かけてし、はい、だからその日本人の価値観と海外の人の価値観は違うっていうのはそれは分かってる、まあ、かかってるものが違うっていうか、うん、じゃあそのクラレスの動画の話に戻るんですけど、うん、アンチドーピングのせいでその逆にもっと不平等になっちゃってる、うん、アンフェアになっちゃってると思いますか。なってると思うよ。ああ、うん、その今となってはその明るみになってる部分としては賄賂を渡して検査を逃れたりっていう、はい、そういった部分もあるわけじゃん、はい、でもそうしてせずにナチュラルでで本当にフェアに検査を受けてやってる選手からすると、はい、その事実はとてもじゃないけど信じられないし、はい、受け入れられない、はい、今でも実際にドーピング検査厳しくなってきて、まあ、過去のウェイトの記録から見ても分かると思うんですけど、うん、記録って落ちてきてるじゃないですか、うん、でしかも最近めちゃくちゃ引っかかってるじゃないですか、ね、ロシアとかタイのチームも全滅したじゃないですか、うんうん、やっぱそういったところを見ると、まあ、クラレンスの動画ではドーピング検査の研究はいくら進もうが追いつくことはないっていうふうに主張されてたんですけど、うんうん、でも長期的に見ればちゃんと良くはなってきてるんですね、うん、だからドーピングを、うん、完全にダメにできないようにしてるよりはドーピングをコントロールできている。だから、うんうん、強いその普段取ってる選手たちも試合に出るときはあんまり取れないから、うん、記録はちょっと落ちちゃうみたいなことに、ね、うん、ところまでは生きてるんですけど、うん、結局捕まってない選手たちが多い、うん、そうだね、うん、はい、だからこう今 SNS が発達してさ、はい、各選手こう海外の選手のこう、まあ、例えばオフ期試合前から遡って3ヶ月前とか見るとすごい調子良かったりするわけだ、はい、で俺ら日本人選手はそういうの見てうわすげえなーって思いながら、まあ、自分のそのトレーニングを進めていくんだけど、はい、試合にこう行くにつれて、まあ、日本人選手はどん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 こうピーキングしてくるから調子上がってくるわけよ、はい、だから
まあ、こうなってる部分がこうやってなっていって、はい、でうまくいけばそうこの差があったのがこうなったりすることもあるから、はい、だから本当にそこのドーピングの検査の部分に関してはすごく精度が上がってると思うし、僕も、まあ、もしかしたらこれただのバイアスかもしれないんですけれども、うん、なんかナチュラルの選手が多い国の選手たちのトレーニングを見てると、うん、常にトレーニングではその限界ギリギリの重量を触ることがあっても、うん、なんかわざわざ PR 狙いに行かないみたいな、うんうん、試合のために取っておいて試合で、うん、調子良かったらそこで一気にバーンって PR で、でもなんかドーピング過去にドーピングのその陽性が多かった国の選手たちのトレーニングを見ると練習のトレーニング中のなんかすごいありえない重量やってて、世界記録のプラス5キロとか10キロとかの重量やってて、試合の時なんかめっちゃ調子悪そうみたいな、うん、だからまあロシア、はい、あとカザフスタン、はい、もうこれ言っちゃっていいと思うんだけど、もうこれがもう、うん、アゼルバイジャン、こういった国は、まあ、他にもいっぱいあると思うんだけど、まあね、もう出し切れないぐらいあるんだけど、やっぱりね、俺が10年前に憧れてた選手、はい、でもみんな今引っかかっちゃってそうっすね、そう間違いないですね。だから今の若い日本の、ね、はい、リフターとかは高校生とかは、はい、どちらかというとナショナル選手、日本のナショナル選手に憧れるんじゃなくて、はい、海外のトップ選手に憧れてると思うんだけど、はい、でも10年後また同じような状況になって、はい、だから何が本当で何が嘘なのかってもう本当に分かんなくなる。なんかその偽物に憧れて、じゃあこの人これやってるからじゃあ自分もやろうとかじゃなくて、そこのなんかね、俺は見極める能力も身につけてほしいと思うし、だから嘘を発信してるやつのことをひたすら信じ込んでやってると、なんかなかなか記録伸びなかったりするし、でもまあ今の日本の選手のトレーニングとか追って見ていくと、やっぱりそのナチュラルでもこう突き詰めれば記録伸ばせる方法いっぱいあるから、まあ、それは人それぞれ選手によっても違うしタイプが違うから、それは自分で選択するのは自由なんだけど、でもそういったものをちゃんと追っていけば記録って絶対伸びると思う。時間がかかるんだけど、ね、当然。やっぱりファンの何も知らないウェイトリフティングとか、うん、まあ、フィットネス業界についてあんまり詳しくないファンからすると、うん、これ全然知らないんですよ、うん、みんなナチュラルであんだけ才能と努力だけで、うん、あんな海外の選手たちもあんだけすごい重量上げてるんだっていう勘違いをされているんで、その僕もウェイト初めて見始めた頃は、えこいつらドーピング引っかかってないでこんなにやってるんだすごいって思ってたんですけど、3年2年2、3年ぐらいウェイトをずっと見てると、うんうん、えこの人そうなんだよ、ね、だからこう日本選手としては、まあ、あの海外にもナチュラルでやってる選手いるだろうけど、うん、はい、一番嫌なのがそのいやあいつこんぐらいやってるからみたいな、はい、でそのあコメントとかすごいんですよ、比べられるのがすごい嫌で、はい、僕もその、うん、まあ、ウィーリフトウェイツでメディアでその投稿するでしょ、何々選手の何々キロ、うん、クリアンドジャークとか、うん、何も多分おそらくウェイトのことあんまり知らないやつが、うん、いやでも何々選手は、うん、同じ階級でこれより20キロ上やってるんだよとか書いて、ね、うんうんうん、みたいな比べるとこが違うでしょって、ね、思うんですよね。だから違うものとして見てほしい。ただ勝負するときはそれはこっちとしてはもちろん勝ちに行くつもりでやってるし、はい、今でも実際に山本さんはもし本当にまあ種目の数字だけ見たらそうじゃないかもしれないんですけど、山本さんのスクワットとかデッドのその数字って普通に使ってる選手たちより全然強いじゃないですか。その85の時から300やってるし、それって世界的に見ても成し遂げてる選手本当に少ないんで、そこはやっぱりなんか全体的に見てナチュラルの才能ある人たちがこうどん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 こう追いついてきてるって思う感じますね、うんうん、そうだね。なんか多分、はい、俺ほど多分頑張って世界のベースが300いくつとかって、はい、まあ、自分の中でこう
思ってるんだけど、多分ね俺ほど努力はしてないと思う。うん、でもやってるんだよね。あ、だからとにかくそのベースだけは あの追いつきたいなっていうのがあって、まあ、山本さんはそもそもあそこで持っていくのが大変だったと、うん、そうそう、めちゃくちゃ大変だし、それめっちゃ時間費やすわけ。はい、だからトレーニングで、そう、はい、でも他の選手はなんか多分適当にやっててもそんぐらいのベースはできちゃうし、でウェイトリフティングのその技術練習に時間費やす時間、あ、まあ、時間が増えるから、だからまあその手っ取り早くリフティングに直結するんだと思うんだけどね。そうですね、うん、あんまり補強やってなくても強くなっちゃうってことですよね、うんうん、だから、まあ、日本の選手だと宮本とかは、まあ、俺ほど別にスクワットやってるわけじゃないけど、でもやっぱり試合の以外のトレーニング見てるとやっぱり引きとか、はい、そういったものを中心にめちゃくちゃ追い込んでるから時間かかるし、だからタイプの問題で俺はスクワットでやるタイプだけど、はい、デッドリフトでやっていく選手もいるし、そもそもベースの体作りの部分がすごい、うん、大変だってことですよね、時間がかかる、ナチュラルの選手は、うん、ちなみに、うん、なんかクラレンスの、うん、クラレンスのそのナチュラルじゃないってカミングアウトしたことについてなんかどう思います？だろうなとは思ってだからね、俺が思うに、いやナチュラルだったらケネディ君も試合出てくると思う。でも出ないっていうのはそういうことだから。でも彼がそのステロイドに手を出すイコール試合に出れないっていうのを覚悟した上で手出してるんだったら別にいいじゃん、もう自己完結の、まあ、そうですね、そう、自分だけの世界だから、はい、誰に迷惑かけるわけでもなく、そうですね、うん、なんかそこはなんかリスペクトできるんだな。だから他のファンもいるだろうし、はい、他の選手たちみたいに取ってでも俺は試合で優勝したいっていうよりは、うんうん、そう、だから競争の世界に出てくるとまた違うわけじゃん。はい、あと、まあ、クラレンスの動画でドーピングしないともう絶対トップにはいけないっていう、うん、その発言とかもあったんですけど、うん、そこはどう思います？絶対そのコンペティションで優勝することは、うん、あのナチュラルの選手たちがそのドーピング検査を免れてるやつらに、うん、まともにやり合って優勝できるはずがないって、うん、もう断言しちゃってたんですけど、どう思いますか？今の段階では、まあ、それは事実だと思う、はい、ただやってる本人たちは、はい、この競技会で出した結果が 何年後かに剥奪されるんじゃないかっていう恐怖心はあると思う、はい、ビクビクしながら今後生活していかないといけない。まあ、確かに検査の精度が良くなって、うん、2008年のサンプルリテストして、うん、そうで、そこでみんな引っかかりましたもんね、うん、まあ、ロンドンもそうですけど、うん、だから検査は絶対に追いついてくるから、うーん、それを信じるしかないし、そこで諦めたら終わりでしょ。そうっすね、なんか逆にどうせみんな使ってるから、うん、みんなじゃあもうみんな使っちゃおうっていうのも、うん、まあ良くないですもんね、うん、まあ、それは個人個人の意見だから、はい、別に否定はしないけど、あとこれはウェイトリフティングハウスのセブも言ってたんですけれども、うんうん、じゃあどうぞもう好きなだけ取ってくださいってなると、うん、みんな多分マジで死ぬギリギリの容量まで取っちゃうんですよ、引っかかる心配ないから。だからなんか有名ななんか話あるじゃないですか、もし5年後死ぬけど、うん、金メダル優勝できる薬取れるんだったら取るか取らないかっていう質問に対してほとんどのアスリートがイエスって答えたら、うん、取りますって答えたらしいんですよ。だからそんぐらいの覚悟がある人たちに好きないよ、絶対ないよ。ないっすか？うん、絶対取ら、あの、そこまでの覚悟はないよ。あ、その山尾さんの話ですよね、うん、でも多分全体的に見たら、うん、特に他の国の選手とかいろいろ家族がの、うん、もう自分の命がけでやってる人たちとか、まあ、そういった選手に、ね、そういった選手たちに、うん、じゃあ好きなだけ取ってくださいってなったら多分マジで、うん、
もう40代で絶対その亡くなっちゃうだろうなみたいな容量取っちゃって、はい、うん、なんか健康的にも絶対良くないと思うんですよ、ね、今の段階だと、うん、あこれ以上取っちゃうと引っかかっちゃうからっていうストップがかかってるじゃないですか、うん、それそのストップがかかってないと絶対みんなアホみたいな容量取って、うん、多分あの死んじゃうんですごい早く亡くなっちゃうんでみんなそうだね短命、うん、短命になっちゃうんで、うん、てるんで80年代90年代って、はい、まあドーピングの全盛期なわけじゃん、はい、世界記録も当時おかしかったじゃないですか、うん、だからその時の記録をまだ超えれてない階級もあるわけじゃん。でもそういった記録を作った選手ってもうほとんどねこの世にいないっすね、うん、はい、しかもその早く亡くなるだけじゃなくて選手辞めた後のその死ぬ何年か前の、まあ、5年、はい、10年とかは、はい、もう生きてて死んでるようなもんだから、あもうその体が不自由すぎてってことですよね、うん、そうだからそれに見合ったものなのかなと思って、うん、じゃあ山本さんはもし絶対優勝できるあの薬があったとしても自分は絶対取らないと、その5年後死ぬんだったら、だから6年間競技続ければいいんじゃない。あそういうことですか、うん、みんな一斉にあれでしょ手出して5年後に死んだら6年後は俺がチャンピオンになってる、最後に立ってるのは自分、うん、そうそうそう、いやそういう話じゃないですよそれでいいんだまあでもいや出さないよそれは、はい、うん、なるほど、だからあくまでも絶対出さずにこうてっぺんを目指しに行くっていうところにやっぱりみんな共感してもらえればいいと思うし、うん、いや今回のアジア選手権でぜひナチュラルでもこんだけできるんだぞっていうのを世界に見せしめてください、うん、そうだね、はい、頑張ります。でオリンピックでもぜひ同じことを、だからもうそれは当然だよ、もうだからそのアジアとかオリンピックとか関係なく、はい、俺がこの先何年競技続けるかわからないけどこの考えは変わらない。はい、ナチュラル代表山本俊樹でした。そうです素晴らしい T シャツです。アンチステロイドですか。明日